藤井弘は日本の実業家。帝国ホテル社長。東京都出身。終戦直後の夏1945年9月6日、15歳で両親を中央線笹子駅構内脱線転覆事故で亡くした。さらに事故の10日後に身元確認のため埋葬されていた遺体を掘り起こし、その後自らの手で一晩かけて火葬した。以後、土木作業員などとして働き、祖母、妹、弟を養いながら学校に通った。大学時代は秋山富一らと共に体育会ラグビー部に所属。旧制東京府立千歳中学校を経て、1953年3月に一橋大学経済学部を卒業。1953年4月第一銀行入行、本店配属。堀留支店、労働組合副委員長、全国銀行協会連合会出向等を経た後、第一勧業銀行で、神田支店長、取締役個人開発部長、常務取締役等を務めた。また入行半年後に、ラグビー部を創設し、部長時代には、社会人一部リーグ昇格を実現させた。1986年、帝国ホテルの長野健次会長に見込まれ帝国ホテル、代表取締役副社長に就任。副社長営業本部長として、犬丸一郎社長の横転化戦略を支え、営業職職員の増員などを行った。1997年顧問に退く犬丸社長の後任として、帝国ホテル社長に昇格。バブル崩壊後の市場環境悪化の中、経費削減やマーチャンダイジング、マーケティングに力を入れた経営を行った。ザウの銘は、マネジメントバイワンダリングアラウンドで、自費で購入した歩数計を帝国ホテル幹部に配った。趣味は、ゴルフ、嗜好品はタバコで、フロンティアライトを1日2箱吸う。大崎巌、ホテル大倉社長、中島貢、東急ホテルチェーン社長、若林伸二、東京ヒューマニアエンタプライズ社長が、ゴルフ仲間で4人でゴルフをする中、1990年7月5日、日経流通新聞1997年12月5日、日経産業新聞1989年11月21日、日本経済新聞1997年12月5日、日経産業新聞1997年5月3日、日本経済新聞1997年12月5日、日経産業新聞1991年12月30日、日本経済新聞1986年5月17日、日本経済新聞1997年4月26日、日本経済新聞1997年5月8日、日経産業新聞1999年1月7日、日経流通新聞1997年12月5日、日経産業新聞1997年12月5日、日経産業新聞1997年12月5日、日経産業新聞、藤井弘氏死去時事.com2013年6月16日。ありがとうございます。